今回はプラモデルと違って無限ホールっていうのを作ろうと思っています。まあアップする頃には終わってるのかもしれないんですけれど、展示会がありますんで、少しでもねインパクトのあるような看板っていうか、そういうのね置きたいなと思って、今回はこのね動画が顔が映ってないのはちょっとカメラの置き場が悪いっていうと、めっちゃ風呂上がりで頭ボサボサなんですよね。ではね、まあそんなことどうでもいいんで、とりあえず無限ホールを作っていこうと思います。必要な材料はこういうアクリル板、まあね、もうこのアクリル板をね、よいしょ、こんなねちょうどいいサイズ切ったんで、でこれとネットで買ったこれ、まあこれね知ってる人は知ってると思うんですけど、テープ LED っていうやつね、のテープ LED でもこの側面が光るやつ、正面が光るやつ、こんな感じね、いや正面が光るやつと側面が光るね、このサイドどっちかが、ね、光るっていうタイプとあるんで、正面が光るタイプを使います。でまず最初のステップは、まずこのねアクリルを用意するっていうのもあるんですけれど、このアクリル2枚用意します。同じ大きさのねやつの2枚ね。でこの2枚のアクリルを、まずは今これ透明でしょ、これをね鏡の状態にします。鏡の状態にするやり方っていうのが、まあファーストステップですかね。でまずこのねアクリルにホコリがついてないようによくホコリを払ってやる。でこれにね、びしゃびしゃっと水をかけるんで、今回床でやったんですよね。床はね拭けばいいんで、でこうとりあえず置いてやる。ホコリが乗ってないか確認して、鏡にするためにはよくね車の用品カー用品店に行くと、こういう鏡になるこういうねミラーのスモークっていうんですか、まあスモークは黒だと思うんですけど、こういうミラーのタイプのやつがあるんで、これがを使って鏡にします。で測るときはねこれね、フィルム接着スプレー、まあこれは専用であれば何でもいいと思います。まあこんな感じでね、カメラが映ってるね。まあでもねこれよく見るとこうやってまだ透けてるんで、この上に一番濃いスモークを貼ってきます。Thank you.
それではね、2枚やったんで、まあこれでもね、透けてるっちゃ透けてるんだけど、今こっち黒いね、の貼って、これをなんとひっくり返すと、じゃん、もうね、透けないぐらいのこの鏡のような状態になるんですよね。こういうね、アクリル板も、鏡になってるアクリル板も売ってるんですけれど、やっぱね、若干値がいいんでね、作れるもんなら作った方が、まあいい遊びにもなっていいと思います。で、これ今フィルム貼ったばっかなんで、ここからちょっと作業を続けるのは危ないんで、一旦ここで一晩乾かします。とりあえずファーストステップはここで一旦切ります。